在庫の皆様がいらっしゃってます。これは私の考えですが、今日私の故郷である青森県の、大間の原発工事が再開されるということが検討されるということが出ました。政府何をやってるんですかね。もう原子力核エネルギーは人類が手に負えるものではありません。政策論争のレベルではなくて、人権、命、それがその今本当に危機に瀕しているという、それをその救うか救わないかという、例えば三宅島の噴火の時に子どもたちを島から逃がすのが政策論争のレベルではありえないのと同じ意味で、この子どもの問題については、福島の子どもの避難についてはもう政策論争のレベルではない、もう実行するしかないようなレベルの問題で、それがただそのおそらくですね、これを実行したらいろんな意味でお金がかかるとか、脱原発のあるいはその原発反対運動が広がるとか、いろんなことがあって、それはもうタブーになったと。だからその、大事な問題にもかかわらずみんなその、口にできなかったけども、今その子どものやっぱりその健康被害が、特に甲状腺のやっぱりその検査結果から、がんとかあるいはいろんなしこりが出たりして異変が出てきましたので、やっとその問題の重大性をですね、気づく人が増えてきて、やっぱりこれはもうほっとけないということで、ようやくその遅いんですが、この問題のですね、重大性を気づく人が増えてきたことが今の、まあ、現状だという気がしています。